すいません。どうですね。この前、ちょっと投稿させてもらった、マリエさんのですね、告発によって、でですね、枕営業のことがちょっとね、今、表に出てきてますけども、問題はですね、もっとですね、もっとですね、深い、闇、もう悪質極まりないものがあるんですよね。今、芸能だけじゃないんですけど、日本もですね、本当に潰れてしまう、日本がダメになってしまう、潰れてしまうようなですね、ことがあってですね、やっぱりこのですね、芸能のことで言えばですね、もうですね、要するにこのあれですよね、タレントとか、芸能人をもう食い物にしてるわけですよね。で、これ、ですね、もう犯罪の巣窟みたいになってるわけですよね。これはですね、どういうあれだっていうとですね、まあですね、その今芸能の世界が死んでしまってるって、死んでしまうっていくわけですよね。で、ですね、この要するにそのですね、まあ、プロダクションとか、とそのですね、タレントとの関係がもうですね、要するにもうあれですね、商品として人間として見てないというかですね、商品として見るということですよね。で、これ今ですね、まあ、以前はそのですね、やっぱりこのまあ、元々芸能、そういう世界の、ですよね、やっぱまあ、ヤクザが、ね、ヤクザの姉さんとかがですね、姉さんに社長やらせてとか、やって、プロダクションをやったりとかですね、やっぱり谷町的なもん、で、あれで、やっぱ、金出してたっていう、まあ、そういうところでですね、あとまた、トラブル処理とかですよね、まあ、そこまで、悪くはなかったんですよね。まあ応援するとか、やっぱり才能をですね、芸能っていうのはやっぱり才能の世界でですね、才能がですね、やっぱりある人間をこう伸ばしていくっていう、そういうやっぱりですね、そういうなんていうんですかね、まあ、ちょっとですね、神様的なですね、そういうですね、そういう能力っていうのが大事だったんですけども、今そういうの全部潰しちゃってるんですよね。ですね、これですね、問題はですね、今そのヤクザに代わって警察がですね、食い込んじゃって、あれですね、食い物にしちゃってるんですよね。でも悪いことばっかりやってるととですね、そこにですね、その芸能のその食い物してる食い物してるっていうのは創価会なんですよね。創価会要するにあれなんですよね、ですね、カルト宗教のそのですね、要するに日本の神道とか神様をとか全部全否定してですね、でてめえのそのですね、まあ、もともとは日蓮大聖人っていうですね、本当のそういう何ですかね、本当の宗教はあったんですけども、それがですね、宗教からがなくなって、てめえらの私利私欲のですね、カルト集団になってしまって、その日蓮聖人のあれに背いちゃってることで、もうすべてがこう悪くなってるんですよね。
というのがあってですね、で、ですね、それと、あれですね、要するに、この、悪魔教的な、イルミナティっていうんですかね、悪魔教がですね、もうその子が、その、開花組織みたいに、日本自体がもうその開花組織になっちゃってるわけですよね。だから、それじゃダメだということですよね。魂っていうものはなくなっちゃってるんですよね。一番大事にするのは魂で、そこにあれですよね、その魂を一番大事にして、国を作っているのに本来の日本の姿ですから、日本を取り戻しましょう。失礼します。